にちは、ロックンクローラーズです。ついにカリスマのねラジコン紹介する時が来ました。カリスマアドベンチャーのトヨタタコマ TRD プロですね。10分の1スケールです。ホイールベースは313mm です。楽しみですね。ってことでね、開封レビューを今回はやっていきます。厳重に梱包されたねパッケージです。付属のプロポ後でも話しますが、擬滴がなんとついてるんですよ。すごくないですか。そして本体、トヨタタコマ TRD プロですね。正規ライセンスボディなので、トヨタのエンブレムがちゃんと入っています。デカールですけどね、タコマとか TRD プロのデカールもついています。付属のデカールは2枚なんですけど、なんか1個はね使い終わったようなデカールが入ってました。ちょっとこれは謎です。あとバンパーとかのパーツと ESC のねプログラムカードも入っています。説明書はね表紙にカタカナでね書いてあるんですけど、中身は英語。QR でね飛ぶと、オンラインでねマニュアルが、もうちょっと詳しいマニュアルが見えます。そしてスライダーと、バンパーついてます。スライダーはね、ネジで固定した方がいいです。した方がいいっていうか、して固定できますが、付属のバンパーはね、このボディの下についてる黒いバンパーあるでしょ、プラスチックの、これを多分外して、なんかボディちょっとカットしたりとか、なんかそういうことしないときっとつかないパーツみたいですね。このグリルとかね、この辺もプラスチックですね。ライト部分はポリカ塗装してないだけです。でデカールで表現してます。キャブとベッドは、分離できるタイプですね。ウィンドウはスモークかかってます。リアのライトもこうやってデカールが貼ってある感じですね。LED は埋め込み済み。ハンドルとか、あとシャークフィンとか、その辺のパーツは全部プラスチックパーツです。LED つけるとこんな感じになります。かっこよくないですか、これ。存在感ありますよね。まあ、昼間だとね、あんまり目立たないですか。普通のね、LED 級なんでね。リアのこのライトのデカールは、ちょっとあれかな、ちょっと雑かなって感じはしました。ピンを抜きました。そしてシャーシを見ていきましょう。LED はこんな感じでね、サーボコネクタ1本で電源供給されています。シャーシなんですが、アキシャルの SCX-10-2 のようなレイアウトですね。そしてね、なんかバッテリー付属してんですよ、これ。7.2V のニッケル水素、タミヤコネクタのやつですね。変換コネクタも付属してました。ESC は XD60 なんでね。で、この ESC、ARC2 っていうね、カリスマのオリジナルの ESC です。セッティングボードをね、接続するにはね、この受信機ボックスを開けて、コネクタをね、差し直す必要があるんですよ。これがね、ちょっとね、大変。アンテナのね、コーキングがね、邪魔してね、なかなか開かないんですよ。なんで僕は一回これ外して、サーボコネクターの延長を外に出して、それで接続し直しました。設定項目はね、21個かな。ホビーウィングの1080の設定とかと大体同じような感じ。アクセルはソリッドです。オリジナルのアクセルで、まあ汎用品っていうのかな、パーツの汎用品とかはあんま出てないですね。打角は、そこまで高くないけど、十分トレイルとかではね遊べるタイプの打角だと思います。オプションパーツ使うと打角アップとか、アプローチアングルがね増えるような、カーボンとかスチールのね
パーツがありました。打角アップしてもこのビッグボアのダンパーにねちょっと干渉しそうなんで、トレッド広くしたりとかして対応したいかなっていう気はしますね。バッテリーはセンターにこういう縦置きするようなタイプですね。タイヤは結構固めです。スケールタイヤですね。これは小径のグリップ力云々ではないんですが、意外とグリップするんですよこのタイヤ。硬いけどね。ホイールもかっこいいですね。まあタコマなんでね、これ120ミリのタイヤとか履いてもちょっと似合わないかなって気もするんで、いいと思います。これ足上げもね、かなり上がりますよ。この動画だと今これ歪んじゃってるんで、あんま上がってないように見えるけど、結構上がりました。11センチとか、そのぐらいは上がりましたね。ダンパーのストロークはね、そこまで長くないんですが、結構いいダンパーだと思います。シャーシはね、程よくね、歪んで、吸収してくれる感じですね。いろんな力をね。あえてそうしてるんだと思います。スキットはこんな感じで、これはまあカリスマのね、独特の形状だと思います。ここはちょっとなんかコーキングして防水したいかな。で、さっきも言ったけど、このダンパーは別売りでね、結構高い値段で売ってたりもして、いいダンパーだと思います。これ見た感じね。モーターは普通の540サイズ、カリスマのオリジナルモーターですね。サーボも意外とこれトルクがあるモーターでした。モーターじゃない、サーボでした。リンクとかスチールですね。アルミか。結構このダンパー効いてると思いますね。走りの良さはこのダンパーにもあるかもしれない。で、プロポは、小さいコンパクトなプロポで、さっきも言ったように汽笛がねこれ取得されているっていうのは本当にいいですよね。ただしそんな設定項目はないですね。片手で操作できるのはいいかな。これ今3セル積んじゃってるんで、こんな感じで、さっきね結構早かったりもしたんですが、ギア比とかもちょうどいい、クロールトレールするのに適したギア比だと思います。 ESC もね、低速走行とかも結構しやすいかな。そして一番の特徴でもあるんですが、このトルクツイスト抑制っていうのがあって、フロントとリアのプロペラシャフトの回転方向違うの分かります？これ普通ね同じなんですよね、前後でね。アクシャルとかエレメントとか確か一緒だったと思います。逆にすることでトルクツイストが抑制されるそうです。これ全然トルクツイスト出てないでしょう、まあ、若干浮いてましたけど、ほんのちょっとね。これ結構な角度なんですよ。これ59度ぐらいあるんですよ確か。この角度でこうやって頑張ってると思って全然トルクツイストになっててないでしょ。画面で見て右側のタイヤが普通浮くんですけど、浮かないんですよこれ。だからね、途半角結構強いと思います。 SCA1E2.1 スペックっていう車種ですね。たびたびこうアップグレード車種でしてきてるんですが、これが今の最新の車種です。ということでね、ちょっと外での走行を見ながらね、解説していこうと思います。また別の動画でね、もうちょっと詳しくね、シーンをね、紹介していこうとは思っています。ここね、結構険しいんですよ。で、普通のマシンでもね、ここね、登れないこと多いんですけど、まあ、3セルでね、まあパワープレイでちょっと登ってますけど、トルクツイスト抑制がね、かなり効いてるので、すごく安定して登ってくれてたの分かりました？この日いろいろ走ったんですけど、このマシンね、ほんとね、なんだろう、
アメリカの RC クローラーとかと同等の位置づけとして考えていいラジコンだと思います。これはね本当にそう思いましたね。結構びっくりするぐらい走る、そんな感じです。もちろんこういうトレイルシーンでのねこの足の動きとかもこれいいよね。ちょっと下の方で見えづらいけどいいんですよ本当。なんかこのあいいね、このサスの動きもいいんだよ。これサスペンションもいいんですよね。ホイールベース313ミリなので、あのロングホイールベースとまでは言わないんですけれども、すごく安定感あります。これ左右のバランスというか左右の安定感もあるし上下の安定感もある。このタイヤもねこれねいいんですよね。なんかねなんか何らかああいうとこ登ってもさちょっとあれだけど、ああやって頑張って登ってくれると嬉しいよね。このスケール感のあるこのタイヤがねやっぱね効いてると思います。ライトはやっぱね昼間だとちょっと見えないですね。ということで今回はカリスマのねトヨタタコマ TRD プロのね紹介でした。こちらね公式ショップで送料入れて 58,500 円ぐらいで買えます。海外製のラジコンとしては円安の今ね安い部類だと思います。しかもね作りもいいし走りがいい、ここ大事ですよね。走りがいいんですよこれ。十分あの後悔しない一台になると思うので、ぜひねチェックしてみてください。